誰にも負けないとても勇敢なヒーロー、僕は今日も夢を見てた。何もない風景と何気ない日常を、ありふれたキャンパスで真っ白い思い描いてゆく。あれもやってみたいとか、これもやってみたいなって、口だけで過ぎてたカレンダー。そんな中とあるヒーローが僕の前に現れた。そして彼は強く熱い熱い言葉をくれた。誰かに笑われるそんな人生だって、君が笑えたならばそれでいいじゃんか。赤い果実がそこに実ってるなら、すぐに失うくらいならば一歩踏み出せと。這い上がるさ、そうさ、僕たち敗北ヒーロー。また夢か。早速手に取って子犬のように走った。そこはとても広い、誰もが通る並木道。でも想像とは違って、あいつ何やってんのって、冷たい雨粒が頬に触れた。やっぱやっぱ恥ずかしいような、でもでも諦めたくない。だから胸を叩き、できるできると言い聞かせた。誰かに笑われるそんな人生だって、信じてきた道のりは間違ってないから。赤い果実は僕のそばにいるから、ずっとどんなに辛いことも乗り越えていけるさ。どんなに転んでも何度だって這い上がるさ。恥ずかしくて負けてしまう、心が砕けてしまう、そんな時僕が飛び抜けるから、さあ叶えたい道を走れ。誰かに笑われるそんな人生だって、僕がついてるから絶対乗り越えていけるさ。赤い果実は君のそばにいるから、ずっとだから一緒に笑える、そんな夢を見よう。どんなに転んでも何度だって這い上がるさ。